大阪長岸寺にある竹本義太夫の墓。竹本義太夫とは、江戸時代の浄瑠璃語り。義太夫雪浄瑠璃の創始者。本名五郎兵衛、初期には清水五郎兵衛と名乗る。後に竹本畜五城と称した、摂津国天皇寺村の農家に生まれる。当初、当時人気の浄瑠璃語り、井上春馬浄弟子である、清水治太夫に入門し、 は馬城の芸風を学ぶ。後に、京都に出て、浄瑠璃語りの宇治加賀城の下で浄瑠璃を語り、公表を終え、清水五郎兵衛と名乗った。遠方5年12月に、京都の四条河原に芝居小屋を建てて独立した。加賀城の工業主であった、竹谷昌兵衛が組織した操り人形芝居の一座に、加わって、西国で旅回りをし、遠方8年の頃竹本義太夫と改名。 一方天下三連には、近松門左衛門が、加賀城のために、四次、蘇我を書いたが、翌年の上京元年、義太夫は、大阪道頓堀に、竹本座を開場して、座元となり、その旗揚げとしてこの、四次、蘇我を語り、評判を取る。近松が、竹本義太夫とか、代わりを持つようになったのは、これが最初であった。さらに、上京二年、 竹本座は、近松作の出世、歌劇王を上演し、義太夫がこれを語ったが、以後義太夫と近松が提携して上演した作は、新城瑠璃と呼ばれるようになり、この作より、以前の、張馬城や加賀城らが語ったものを、古城瑠璃と呼んで区別するほどの強い影響を、城瑠璃の世界に与えた。元禄十四年二十七上築五城を受領し、竹本築五城と称す。 同16年には、近松作の、曽根崎新中が公表により、竹本座の経営が安定したので、座元を引退し、初代、竹田出雲にその座を譲ったが、その後も、竹本座には出演している。聖徳4年に死去、去年64。墓所は、大阪市天皇寺区の長願寺。なお、弟子の北起によって、生国魂神社境内の浄瑠璃神社にも、祀られている。 二代目、竹本義太夫に関しては、竹本聖太夫の功を参照。川竹茂俊、氏、歌舞伎、文楽師は、川で文庫、一万千九百五十五、五十六 P。本来、律令制で国史の三等官は任用と称す。武家官位が、主流の江戸以降は、文書でも混用が見られる。ありがとうございます。